はい、しぎおかチャンネルでございます。本日ですね、こちら猫の気持ち、8月号届きましたのでお知らせします。今日の付録はですね、こちら猫の気持ちの、こちらですね、付録なんですけども、この1冊しかないんですよね。もう1冊どこ行ったのかなと思ったら両 A 面でなんてこったって感じですね。これまあなんかルドルフといっぱいあってな大研究なんでしょう。ルドルフ折り紙とかありますね。こちらですね、なんか映画やるのかな、これ。それのなんか PR みたいですね。はい、こんな感じですね。なんかルドルフを探せ、うちの猫とは全然関係ないあれですね。これ作ってなんかあれ折り紙ついてますね。まあいいや。はい、こういうのが付録になっております。両 A 面ということで、こちら猫の気持ち、ストレスですね。まあ、猫はね、結構ねストレスやっぱりねあるんでしょうね、と思います。はい、ですね、まあ中身はですね、まあストレスこんな感じ。猫はですね、まあ案外ですね、なんていうんですか、気まぐれですからね。なんかこちらのね、なんか融通で押し通すとやはりこうどうも嫌みたいでうちの猫もそうです。もうだからね、放置しております、ほぼもう好きなようにやってくれということでやっておりますんでね。まあこんな感じですね。あとまあこちらね、なんか熱中症とか、これからの季節ね、特に猫ね、なんぼ暑いのがね猫好きだって言ってもね、ちょっとこれね、この夏やっぱり過ごすのは厳しいでしょうからね、いろんな意味でこういう形でね、まあどういうふうにしたらいいんだということで書いております。まあ、季節的にね、今暑いんで、ね、猫もね、やっぱり熱中症になるでしょうし、人間もね、気をつけなきゃダメですね。はい。というわけで、こちらですね、今回、猫の気持ち8月号、本日ね、届きましたので、早速ね、ご紹介ということでさせていただきました。はい、ありがとうございます。